はい、どうもピロシと申します。さあ今回のトーマス戦クロニエ無事完走取れましたので編成のご紹介したいなと思います。で先にペトラですか、収録したんですけどその直後に今撮っております。いやちょっと厄介なんですよね。うまくいくかな。さあてことで8倍でいきたいと思います。うまくいくかな頼む。今回そうですね、もう過去に暗記系のボス来てたのでそのまま流用してます。なので特に継承もしてないですね。なのでもうそうだいぶ長い間経ってますしね、今回でシーズン12とかかな、確か11だっけな。なので無課金の僕でもコツコツ作ってたらもう継承しなくていいぐらいまで来てるので、結構仕上がってきてる感がありますね。でまずメインアタッカーからただ組んでるだけですね。よっぽどですねこっちに切り替えるのは、多分切り替えないと思います。はい。でメインアタッカーマリックです。マリック、これ過去対暗記用に作ったやつですね。グルーンレイヴンプラス。やっぱりちょっとターン目いっぱいかかっちゃうので、少しでも火力が欲しいので、グルーンレイヴンプラス持たせました。で、流星。これ自前のスキルですね。流星。マリック自身持ってるやつでしたよね。え？持っとったよね？持ってましたよね？確か。違ってたらすいません。でいつもの透明線セットの激化とキャンセルで攻撃力低く見えるんですけど、レイヴンの効果もあって合拳が発動できます。で常に、クロニエさんの2マス先にいてるので殴って殴られたりとかいうのを繰り返すので魔法の威嚇が刺さります。2マス先のやつです。でいつものサポート係ですね。雑魚を倒して、で、なるべくこっちのリショウ君に切り替えてと。で、まあ、殴られてもいいようにキャンセル持たせて、一応バフとかも入るようにしてあります。で、隣接すれば、この紋章で少しでも火力上げてあげると。で、こっちは全く一緒ですね。で、あ、言い忘れましたね。このスカスカなんですけども、普段渾身の4とか入ってると思うんですよ。で、全員でも多分火力系の何か入れると思うんですけど、そうすると雑魚をワンパンしちゃうので、あのノバの聖戦士のか全然言ってない、ノバの聖戦士のカウントが進みづらくなるんですよね。なので火力をあえて落としてあるという形です。とにかく1ターン目にストリンクは発動させた方がいいです。で相方はカミラさんですね。そう、いつもの追い込み型の攻略するときにはこれ使ってます。とにかく叩き込みですね。でかぼちゃの斧はもう一ボイの関係なくキャンセル発動してるので、どん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 殴って追い込んでいくと。でやっぱエンハントがあると安定しますね。でもうシート繊維でゴリゴリのやつつけてきてます。とにかく隣接すればマリックの火力が上がりますと、そういうことです。で最後にロイ君、これもずっと、相方も切り替えず、その、対外ロイとピアに組ませてありますね。で、まあ、厄介な雑魚が湧いた時に切り替える感じですね、ロイ君。で、一応まあ、キャンセル持ってもらってます。で、切り替えて、ピアに。これもゴリゴリしようとなってます。いや、今日までなんですよね、あの、天理シーズンが。なので、わざわざこれを、なんだろう、動画以外でやるときに、これを切り替えなくちゃいけないのがちょっとだるいんですけど、ちょっとしゃあないですね。ピアニーは使いやすいので。ということで、いきます。ここがここにはめ込みたいですね。こうかな。まず一発しばく。はい。やっぱ暗記、ほんとデバフが厄介なんですよね。で24とかまで下がっちゃうんですけど、まあ防御かなんてもとりあえず安心ですけども、これがやっぱ平地とかだと辛くなるので、やっぱ守備力の高くて速さもあるやつ、もうマリックしかいませんでしたね。
結構とつってる方ならルフレとか、男のルフレあれとかも使えそうな気もしますね。で一発追い込みます。追い込んじゃってもう一発追い込もうか。先、今度は逆ですね。カメラさんを先に殴らせる。で、うん、いいとこ行きましたね。この場所からもう殴ってもらえたら次のターンもう囲むことが完了なんですけど、できれば動かないでほしいな。あ、どっちでもいいか。こっちに来たらこっちにスパッとはまるしね。こっち湖あるし、こっちはこっちでありがたいかな。こんなもんすね、1段目。で、マリックの回復、ちょっと、届いてないんですけど、これちょっと心配ですね。マリック自身、あ、ありがてえ。ありがてえのが来た。雑魚の脇もありがたいけど、さあ、どうやってはめ込もう。雑魚も厄介なの湧いたな。馬なだけですっげえ厄介ですね。そうだな。入れ替え、いや入れ替え面白くないな。あれ昔どうやってやってたっけ。理想はここにマリック置いて、カメラさんここでしょ。最高の係ここに置ければ。そうだ、ね、あー、マリックに引き戻しかなんかも出しときやな。あー、どうすっかな。大丈夫よ、引き戻し持たせよう。後でそっちの方が安定しますね。これ先一発しばくか。うん、で、いや、どうしようもないよね。いい風だね。なんかやれそうな気するけどな。カミラさん上に行ってもいいし。こっちかも。こうして入れ替え。いや、それも面白くない。なんか下手やな。こうして、分かったわ。違うな。いや、もうちょっと下手ですね。うまくやれた気がする。ちょっとマリックで無理やり抑え込んじゃおう。届いちゃうか。あ、魔法低いんやってな、そういえば。どうする、出すか。仲間は見捨てない。非常に下っております。こうして、いい風だね。うわ、殴れない。このターンしんどいな。てか、また回復的に勝ったか。いや、しんどいな、これかなりしんどい。やっしまった気がする。難航する。そうだ、ね、とりあえずこれは確定だな。とりあえずさっき神谷さんか、こっち芝居って、やっぱ右下におった方がいいな。リフト組んどるし。分かった。これを殴って、で今こそリーフ組んで、あと一発殴れば疾風陣雷だから、これで最高度をかける。あ、ピアニー聞かしときやがった。先に下手くそ。いや、これでいいのか。こうして、で最高度、これで一応やりたい布陣取れました。これです。で、敵に殴られる心配なんて、これでターンエンドっすね。さっき、一応ピアニカしようか。あー、ひどい。あー、キャンセル発動してない。ただ回復するので、するのでと。私も行こう。いやー、しんどい。マジでしんどい。
あーどうすかな。わかった。サンタになっとるよね。これ受けた方がいいか。ああ任せてくれ。いい風だね。こうかな。こっちだけ取ろうか。僕の番だね。さっきカミラさんで芝居って。あ、失敗した。逆、早かった。分かった。下手。これ流星使われるようにして。いい風だね。こうだ。リュウシオン君で左の赤ぐらいなら多分耐えれると思うので、うん、今何ターン目、4ターン目か。4ターン目で85,000。どっちでもいいけど、シスターぐらいならどっちでも倒せそうやね。うん、まあこれでいくか。あー、リュウシオン君頑張って反撃で90,023。もう耐えれんな。次はちょっと上の方ばっか雑魚湧きすぎでは。気のせいかな。大丈夫よ、雑魚倒そう。ボス殴りよりは雑魚優先っすね。しっぷじなぞせんな。あー雑魚優先かな。ちょっときついぞ。いい風だね。分かった。きつい。5ターンでこれか。ギリギリだな。あーきつい。きつい。これきついな。6ターン目。ギリギリ間に合う。あー嫌なやつ湧いたな。移動するか。そっかそっか、それしよう。先にじゃあカメさんで倍率上げて逆サイに行こう。こっち先にピアに聞かせたいですね。先に忘れんように切り替えといて。あ、結構いい数字出るようになってきた。倍率もいい感じですね。ギリ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 届かんかな。16万、17万届かんか。うん、とりあえずこれでもう最終ターンか。お、あ、いったいった、これはいった、絶対にいった。よし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 、きれい。もう殴るだけでいいし、じゃあ先に倍率上げて。うん、いったいった。とりあえず最高度係2枚残しで行きましたね。うわ、ギリギリ。2,3 ターン目のあのグデリがなければ1ターン早く行けたかな。うん、いや、こうなるんすよ暗記って。うーん、過去もそうやったんですけど、雑魚の湧き方ですっげー左右されるので、うーん、前半ほんと下手くそでしたね。もっと上手くやれた気がする。よし、とりあえず動画撮れたのでこれでいいのかな。どうだろう。ちょっと暗記はしんどいっすね。もう、うん。なので今シーズンは多分このペトラをメインに狩ることになりそうかな。はい。で、2位まで来ちゃいましたね。やっぱしんどいと思うので、うん、絶対にもうユウさんと、あと誰だ、うん、このシュルクさんしか残らないと思います、最終的に。やっぱペトラをメインに狩るのがベストかな、今回の立ち回りとしては。なので、そうですね、こっちのパーティー、こっちかな、うん、ペーソー君いるやつ、星音のやつ、こっちメインで回すべきですね。ギリギリやったもん。まあ、あんな感じでうまく立ち回れればやれるということです。はい。そしたら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。